さあ、川崎さんのご自宅の盆栽たち、うん、はい、見せていただいてもよろしいでしょうか。これ下に置いてたのはね、はい、結構大きいやつ置いてある。大きいやつ、うん、それでそんな高くないもんだから、あ、外から持ってくれてるんですね。そうですよね、うん、これね、一番他にないやつって言うと、はい、竹。竹？これですか？竹の盆栽ですよ。ちょっと背が伸びすぎちゃったんだけど、半分ぐらいの高さなんですよ。これはあの黒竹っていうんですけど、竹が黒くなってくるやつ。ああ、こういうものなんですね。黒くなってでしょ。確かに最初は青いけど1年ぐらい経つと黒くなってる。へえ。もう一つ向こうにある。これ。そうそう。これがね、ヒメモウソウチクってやつ。おお、竹の盆栽。黒チクとは違う。こう節がね、黒チクっていうのはこれ園芸品種の一種なんだよ。はい。で節がこう二つなってる、ニラに。ああ。こっちはね、一個。モウソウチクの仲間で。タケノコも生えてくるんですか、これ。タケノコはこれ出てきますよ。出てくるんだ。ね、5月末ぐらいになると出てくるんです。なんかこう地下系、地下にこう、こういうのが回ってるんですよ、ぐるぐるぐる。はいはい。で、こういうとこからタケノコが出てくるんですよ。へぇ。これ全部これは今年出たタケノコです、これ。あ、そんなに大きくない？今年出たやつが。はい。話せばここ何時間も喋ってるので、そうですね、竹だけで終わっちゃう。心拍この辺、こういうあの行き道とそれからこう死んでるところ、はいはい、これをはっきりさせ、ここだけで生きてますからね。これはもう枝が1個しかない。うん、すごいな。これこれだけですよね。みんな枯れちゃった。よく生きてますね、そいつ、うん。この一本の道で生きてるんですよ。へー。こういうのはみんな途中で枯れちゃったんですよね。だからまだこう人がね、ちょっと多すぎるかなっていう感じですね。うーん、で、すごいですね、これ。これ見どころと、ここが一番いいかなと思って。うん、かっこいいです。こうガクッてこう下がってる。あんま見ないですよね、その形。はい。こういう形にあんまならないですよね。そう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 。こう下にガクッていく、イカル人っていうのかね。もう全部心拍か、この辺は。これも大体作ってるうちにね、枯れてきちゃうんですよ。そうですか。これほら、クワフメだからちょっと、うんうんうん、元はあの枝がいっぱいあったんだよ。へえ。わざと作ったんですよね。これはね、枯れちゃった。あ、枯れちゃった。枯れてもこういうふうに作れる、ね。こっちは大丈夫なんですもんね。そうそうそう。これはまだ途中。これはね、挿し木したやつ。へえ。なんでな、これ入って、急須入って30年近くなるけど、入った頃ですね、挿し木。先生、つまり、盆栽歴30年ってことですか？30年ぐらい経ってるね、これ細いけどね。うん、なるほど。で、その間にこう、皮むいて、こういうシャリ作ってた。これもそうだね。こう、細く持たせ、作るっていうのは結構ね、太らせるのは簡単なんですよ。仕入れいっぱいで太って。はいはい。こう、細く作るっていうのは結構難しいもんで。やっぱあれですか、その鉢の大きさとかにも関係あるんですか？鉢の大きさとかも関係ある。そうそう、関係ある。鉢はね、できるだけ小さい鉢入れてじゃないと、もう木が貧相に見えちゃうからね。はいはいはい。鉢、大きい鉢、普通の人だと鉢どん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 大きくしていくじゃないですか。はいはい。これがこんな大きい鉢入れたら、もう木が小さく見えちゃう。なるほど、迫力なくなっちゃいますね。うん、できるだけ小さい鉢。だいぶ小さいですね、でもこれも。これもこの仲間ですよ。挿し木したやつ。で、途中こう、皮むいてって、こうシャリを入れてた、うんうんうん。だから若いうちやってるよね。まあそうですね。年取ってからやるとまあ。これはね、ちょっとあの違うけど、これ毒ダミ。毒ダミ、うん。よくその辺に生えてるやつですね。そう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 。これは鉢に入れたやつ。かわいいですね。ちょっとね、少しがれたけど、うん、これドクダミも普通飾る時には主木と添えて草を使うんです、はい、草。その下草を使うためにこういうのを作ってるんです、小さい。これもそう。こっちはあとこういう紅葉松。紅葉松、根っこが全部つながってるんです。これですか？三つらなりかな。
へえ。4月、こっちは？こっちはもう株立ちですね。一つの株からこう いっぱいこう5本、あ、7本で使うかな。はいはい。1本枯れたんだよ。これだ。これ枯れちゃった。へえ。すごい。これももうあれと同じぐらいですよね。30年近くは。だから実際にはもっと経ったよね。うん。これ買ったやつだから。こっちのゾーンは、これはあの学校で使う教材。ああ、そうなんですか。当時にやったやつが隠してた。へえ。中学校のやつ。おお。作ってた時こういう。いいじゃないですか。これもあの挿し木して。へえ。こんだけ、まあ、素材ですよね。だから、ここはお仕事いっぱいですね。こうなってくるとたくさんやんなきゃいけないですね。うん、そう。まだこれから冬になるからね。でも、もう結構手入ってるんですね。これ売ったりはしないんですか。まあまだ売る。もう少し経ったらね。盆栽祭りとか。うん、盆栽ま今前は出したんだけど最近は出してないです。行ってないから。教授さんの生徒さんが出すから結構安くていいものがあるみたいな。うん、そう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 。これはこれでっかいのは梅。梅か。立派な。2月ぐらいに花が咲く。へえ。お。これがあのこの木を取り消したやつ。へえ。しかもこれからまたやってるんですね。そうそう。これまたここでやったの。へえ。これなぜこうやったかというと方向性がないでしょこれ。うんうんうん。こっち向いてるから。そうですね。これ取っちゃえば。これなくせばね、はい、完全に右に流れる、ね、あ、これ取り気できないかなと思ってこうやってた。へえ。これあのイワシでと同じ仲間なんですよ、はいはい、ただしこの幹、あ、やばいっすね。かなり荒れてるでしょ、はいはい、これイワシでの突然変異のやつですよ。突然変異、うん、へえ。 種まいて作ったんですよ、はいはい、私が作ったんじゃないけど、こういうイワシでちょっとここ肌がこうツルツルしてるんですよ、うんうん、そうですね。これ結構珍しいケース。これなんか年数が古いのかと思ったんですけど違うんですね。違うんですよね。これも、ね、結構面白いかな、うん、やっぱ好きな木っていうとやっぱ竹と新柏になる。新柏がまあ主流ですね。あと紅葉松ね。紅葉松で上にもあるから 上も見ていいですか。あ、これこの間見せていただいた。そう、この間のやつ、これ。いいですね。これ梅もどきですよ。へえ。そこがあるのが野原。野原。これあの野原で取ってきたやつ。へえ。すごい。もうこういう感じ。やぶこうち。あったかいとこにあったやつ、これですよ。同じ仲間だけど。はいはい。こういうしてないまだ。あ、本当だ。あ、同じやつか。もう同じやつ。同じですよ。へえ。日の当たるとこと当たらないところで。そうそうそう。これ下に置いてあったの。面白いですね。温度差がないですよね。もうね。お。これ心拍。あ、すごいすごい。竜みたい。これ確か。いいですか。これもう100年ぐらい経ってると思いますよ。100年ぐらい。この幹の太さだから。はいはいはい。これ畑の木じゃなくて、普通は この辺だとみんな畑で作ってたやつ。はいはい。山の中に生えてたやつ。最初どんな形だったんですかね。最初はね、これがこう、ずーっとこういう一個。うんうんうん。こう割ってた、こうずーっと。はいはいはい。ここに。なぜ割ったかというと、こう細いでしょ。はい。同じ、太さにするためにこう割ってたんですよ。この幅で来てたの、ここに。すごい。で、あとこっちの方はまだ枝があったんだけど、枯れてきてしまった。これ、山鳥の木とね、普通の畑の木って見た感じ全然違う。これ自然の芸が出てるから。自然にこんな形になるの？そう、自然の形、これ。へこれがうちの看板の木だね。看板なるほど。ただね、これ端折が良くないんだ。あ、これはね、あの削り込んで作ったやつ。あ、大木感は。これこの
この枝だ。これがずーっとこの長かった。これ手繰り込んできた。ちょっと人工的な感じがするけど、自分でこう削り込んでいった。ずっと削ってんです。すごい。で、この立ってる枝が、今日寝てたんです、ここに。はいはい。それを熱加えて、この上で。向けた。じゃあ、陣にした後に、そう。硫黄させたってことですか。へぇー。何で熱加えるんですか。これね、布。布巻いて、濡れた布巻くんですよ。はい、で、その上に、一回布巻いて、で、アルミ箔で覆って、ハンダボタンで。ハンダボタン2つぐらい当てて、で、20分ぐらいすると柔らかくなってくる。それをガーッと、下手すると折れる可能性がある。これは、ここ1個なんですよ。これずっとついてたの。マジか。割ってた。2つに割ったんですよ、これ。どっちも生きてるんですね。心拍面白いですね。面白い。何でもできるな。そう。ただし、冬やんないとダメ。あ、そうなんです。夏やったら、もうみんな皮がね、つるって剥げちゃうから。冬だったら大丈夫。割ったのか。私の場合は完全にこういうところ見せてる。こうやってこんもり作んないよね。なるほど。枝がちゃんと見えるようにしてくれない。はいはい。普通は葉っぱで隠すような。そう。それで、こもりつくと、ただどこに出るのか分かんないでしょ。なんか幹の流れとかそういうのに分かるように、結構葉っぱの数は減らしてますよ。こういう幹の流れとか見せたいからね、これね。やっぱりこうねじれがないとね、心拍ってね。こういう。これなんかも結構。厳しさってのが出てるかなと思う。これね。すごい。まあ、作り方ではこれずっとこう下げて近づけてきますからね、ここへね。で、向こうへ流れてるから、こっちはあんまり幅らせないで、こう近づけてきます。まあ、これからです、これ。これから針が長くて枝を作っていく。なるほど。